皆さんおはようございます。小琴温泉旅行2日目の朝でございます。今日はですね、とてもね素晴らしい天気でございます。さあ前に見えるのが琵琶湖、琵琶湖でこっちを見るとあれ比叡山になるのかな、おそらく比叡山やと思います。うん、とっても寒い朝ですね。もう早速ね朝風呂浴びてもう帰る準備してます。そろそろね8時半になるんですけども、まあ、9時にはね出ようと思います。本日の目的地太秦映画村に到着しました。なんか並んでるで、何やろ、何で並んでんやろ、よいしょ、わーすごいな。こちら10時45分からチャンバラショーが始まります。チャンバラショーやって、ここ酒屋さんやで。あ、ほら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 、ほら酒飲むとこや、居酒屋さんやな。うん、ほら豆腐がもどき目指し行きます。はい、チーズ。行きます。はい、チーズ。やったー。さあ、昼ご飯やな、次は。僕はレンガが良かった。え、何するの。え、うまい、美味しい。まあ、そばやね。これ？あ、そば美味しそうやん。美味しそうやな。そばめちゃくちゃ美味しそうやん。あれ。え？さあ、天ぷら定食来ました。
じゃあいただきましょうか。うん、シシト、うん、マシエビです。うん、美味しい。はい、食べました。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、どれ。じゃあ一緒やって、これしか入ってない。あー、煉獄さん。全然大丈夫。なんで怖いの。大丈夫や。ほら、大丈夫。わかんない。うまいな、たっちゃん見てんな。あれ、いいかな。じゃあ、タクちゃんだけ。違う、タクちゃんだけ見てんねん。さあ、タクちゃんだけ見てんねん。はい、タクちゃん専用や。食べられる。おすげえ。もう一回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 。はい、ありがとう。帰ろう。面白かったよ。ありがとうございます。あー、おもろかった。めっちゃおもろかったよ。お前ら写真な、あれってできたらな、どっかやったったもんな、写真。残念や。うん。